儲け放題ですよね、うん、企業の。でこれやはり民主的なルールを作って、8時間働けば誰でも普通に暮らせる社会を作っていく。財界大企業中心の歪みを正す、この2つの歪みを正す。でそのことによってですね、憲法には国民主権ってこと書いてある、うん、本当に憲法通りの国民が主人公の民主主義の日本を作ろうというのが直面する私たちの大目標なんです、はい。